茨城で行われていた仮組作業、無事に動くガンダムの骨が完成。そして横浜の山下ふ頭では動くガンダムを守る格納庫 G ドックが完成。さらに愛媛では G キャリアが。この G キャリア、あれ G キャリアってなんだ。今回は謎だらけの G キャリアを完全解説。ちなみに G キャリア本人が説明します。動くのかガンダム、夢への挑戦。第9話、僕が動かすんだガンダム。 G キャリアだけに自己紹介なんちゃって。うわー、ほんま愛媛は今日もええ天気やな。ん？お、カメラさん、こっちこっち。皆さんこんにちは。僕 G キャリア。ちょっと自己紹介するわ。僕の生まれは愛媛県の新居浜市なんよ。出来上がる前の僕はこんな感じ。僕を作ってくれよるお兄さんたちよりもちょっと大きめ。どんだけ大きいか言うたらね、身長は17メートル、体重はだいたい160トン、ちょっぴり重めのビッグベイビーなんよ。そんな僕の仕事はガンダムのガンちゃんを支えること。解説すると、ガンちゃんのこの腰の部分、実は僕と接続できる構造になっとんよ。ガンちゃんが動くときにしっかりと腰を支えることが僕の役割。ガンちゃんとはかけがえのない親友なんよ。この人が僕を設計してくれた山田和則パパ、実はとっても苦労したんよ。なんかというとね、普段の業務で行くと暗黙の了解のようなところがあったんですけども、まあ業界用語がまず通用しないので。このプロジェクトって誰もやったことがないんよ。つまり普段一緒に仕事専業種の人がコラボレーションしまくりなんよ。じゃけん設計図の説明一つでさえ言葉が通じんくて大変ってことみたいよね。山田パパ、ほんまにありがとう。思い出深い故郷ともお別れ、ガンちゃんの待つ横浜へ行くけんね。みかんを片手に出発。フェリーに乗って本州に上陸。たこ焼き片手に大阪通過。名古屋でシャチホコかぶるけんね。静岡でうなぎを頬張ってたどり着いたんじゃ横浜。皆さん失礼します。おお、これが G ドックの兄貴か。なるほど、ここに僕が入るんやな。 G ドックの兄貴、はじめまして。僕が G キャリアです。よろしくお願いします。お、まずは僕の下半身、ガンちゃんの足元をサポートする台車フレームから組み立てていくけんね。続いて上半身、ガンちゃんとつながるマスト部分の組み立てやけん。必要とされるって幸せやわ。と順調そうに見えよるけど、ある事件があったんよ。これは G ドックの兄貴が生まれる前の設計図。ここの部分、実際に作られた G ドックの兄貴はこう、ちょっとだけ鉄骨が上がっとんよ。実は以前の設計図通りだと、いて、そう、頭がめり込むところだったんよ。じゃけん兄貴がサイズを僕に合わせてくれたんよ。その調整した高さはわずか55センチ。こんなに大きな兄貴と僕を合わせるためにセンチメートル単位で細かな調整。ここにガンちゃんが来たらって考えるともうワクワク。そしてじゃじゃーん、ついに G ドックの兄貴と合体。でもね、
みんなには今やけん言える話があるんよ。エビバディ聞いてくれる？実は僕、ガンダムの生みのパパ、富野おじさんにね、ショックなことを言われたんよ。倒れないための構造物しかないんですよ。動くガンダムとは全然関係ない。構造物って関係ないって。 G キャリアなのに。おじさんが言いたいことはね、本当はガンちゃんが立って歩くべきだってことなんじゃないかな。息子愛の詰まった言葉なんだと思う。みんな自分で歩くガンちゃんを見たいと思ったんよ。でもね、自転車だって最初は補助輪で走るように、ガンちゃんだって最初はサポートが必要やと思うよね。ガンちゃんがこけてしまったらさ、正直大変やろ。じゃけんね、 G-DOC の兄貴がガンちゃんを点検する格納庫としてガンちゃんを守る。僕 G キャリアはみんながガンちゃんと一緒に楽しめるようにガンちゃんを支える。ガンちゃんを作り寄る人に負けないくらい、兄貴と僕とガンちゃんだって一心同体なんよ。ではここで一曲歌います。誰が読んだか G キャリア、ガンダム乗ったら見えんくなるんよ。それでもええんよ、僕の名は。支えてこその G キャリア、忘れんといてね G キャリア。それでは聞いてください。 I am G。これで時間いっぱいみたい。フルバージョンはまた今度。みんなお楽しみに。次回、ガンダムの骨の前で。はいはいはい、せーの、ドンドン。プロジェクトの裏側が丸裸に。いやー、あー、言いづらいやつやばかったやばかった。まあ本当にやばかったらカットですよね。